こっちに戻ったらうまいものを食わせてやるぞ。まさか自分で作るなんて言わないでしょうね。巡航ミサイル。俺の何が悪いんだ。飛び切りの材料を使ってください。そうすればきっと食べられます。 フレームから変な音がするぞ。扱いが雑なんだよ。待て、何か聞こえるぞ。発射管を閉じろ。急閃光、見ろ、怪物がいると。赤いやつだ、砂の中から。やった、基地に戻ったらうまいものを食わせてやるぞ。 まさか自分で作るなんて言わないでしょうね。俺の何が悪いんだ。飛び切りの材料を使ってください。そうすればきっと食べられます。巡航ミサイル、ファイヤー。コンバットフレームから変な音がするぞ。扱いが雑なんだよ。待て、何か聞こえるぞ。 赤いやつだ。砂の中から怪物が出てきやがった。怪物が砂の中に潜んでやった。怪物か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 砂の中に潜んでやった。怪
標上空に移動する。エピメテウスより地上部隊遠投を祈ります。こちら爆撃機フォロス、攻撃を再開する。ファイヤービーフ投下完了。地上部隊の遠投を祈る。こちら輸送機ノーブル、新しいビークルを持ってきた。コンテナ切り離せ。こちら爆撃機フォロス、攻撃を再開する。こちら輸送機、現地に到着。こちらスカウト、怪物を確認。発射態勢に入れ。デッキ攻撃せよ。ファイヤー
地上部隊、待たせたな。援護に来たぞ。先行する。空爆を開始する。こちら輸送機、はい、巻き込まれるわよ。こちら、ほら、吹っ飛ばすぞ。離れていろ。地上部隊、健闘を祈る。楽になったか。残りは任せたぞ。エピメテウス浮上完了。発射態勢に入ります。プライマーとの戦闘は今も続いています。 EDF は敵に大打撃を与えてはいるものの、徐々に兵士たちの負担も大きくなってきました。戦局は優勢ながらも膠着状態。この状態を長く維持できる側が勝利できる、そんな我慢比べのような状況です。しかしご安心ください。人類には備えがあります。この状況を想定した切り札、それが3隻の潜水母艦です。戦争が始まった直後、整備中だった3隻は緊急出航。以来海中に身を潜めています。セイレーン、パンドラ、エピメテウスの3隻が健在である限り、人類が戦う力を失うことはないのです。空爆は間に合ったようですね。被害は大きいですが、生存者がいるだけでも十分です。 EDF！
この任務を遂行できるのは我々スプリガンだけだ。敵は我々に気づいていない。接近して一気に肩をつける。ギルサー、サイレントモジュールを使え。夜間飛行を始めるぞ。ギルサシステムを起動。この任務を遂行できるのは我々スプリガンだけだ。敵は我々。
この任務を遂行できるのは我々スクリューンだけだ。敵は我々に気づいていない。接近して一気に型をつける。イエサー、サイレントモジュールを使え。夜間飛行を始めるぞ。イエサー、エイリアンどもにスプリガンの恐ろしさを教えてやれ。イエサー、出力を上げろ。了解。先行用意。クエポンシステム、足でまといになるなよ。ルーキーにプリガン隊の後だ。この任務はルーキーには無理だ。ザッチャ、制圧しました。いいぞ、よくやった。マルチレーザー発射。Okay.
侵略できまい。すまない。マルチレーザー緊急冷却に入る。システムはまだ生きてる。やれる。攻撃されてるぞ。反撃行動を取れ。フライトの準備だ。了解。戦況は悪化の一途をたどっています。しかしそれでも人類はギリギリのところで持ちこたえていると言えるでしょう。理由の一つは3隻の潜水母艦が予想以上の働きをしていることです。宇宙からやってきた奴らだ。さすがに潜水艦への備えはないと見える。この任務を遂行できるのは我々スプリガンだけだ。敵は我々に気づいていない。信号を受信しました。接近して一気に型をつける。イエスエイリアンどもにスプリガンの恐ろしさを教えてやれ。イエス足手まといになるなよ。スプリガン隊のパートナー。この任務はルーキーの勝利だ。急進行。
シュート。
任務を遂行できるのは我々スプリガンだけだ。敵は我々に気づいていない。接近して一気に型をつける。イエスター、ミサイル発射管、サイレントモジュールを使え。夜間飛行を始めるぞ。イエスター、足手まといになるな。ルーティス、スプリガン隊のパートナー。この任務はルーキーには無理だ。エイリアンとスプリガンの恐ろしさを教えてやれ。イエスター、you
他のエリアはどうなっている？戦況は悪化の一途をたどっています。しかしそれでも人類はギリギリのところで持ちこたえていると言えるでしょう。理由の一つは3隻の潜水母艦が予想以上の働きをしていることです。宇宙からやってきた奴らだ。さすがに潜水艦への備えはないと見える。潜水母艦の妨害により敵は拠点建設に手間取っています。この時間を有効に使わねばなりません。分かっている。我々に任せておけ。敵の戦力を削り取ってやる。生き延びたか、ルーキー。スリガンと戦えたこと誇っていいぞ。対戦警戒。やっやっ。本当に前哨基地ができてるぞ。ビルよりでかい。どうやって運んできたんだ。奴らこの星に住む気だぞ。家まで建てやったんだ。ドローンに守られてるぞ。航空機は接近できない。敵の対空迎撃システムは完璧だ。地上から攻撃するぞ。前進だ。基地を攻撃するためにはドローンを排除する必要がある。ドローンを攻撃しろ。攻撃だ。基地の周囲に砲台があるぞ。基地からの攻撃です。近づくところじゃないぞ。こんなところにいたら全滅しちまう。こちらコンバットフレーム、
前進して歩兵の盾となれ。エッファー前進、俺たちも盾になるぞ。シールドを構えて前進しよう。砲台の攻撃を引きつけるぞ。敵は対空砲火を続けている。地上から接近するしかない。エイリアンの基地に接近しろ。ビークルの整備は万全。こちら陣数、砲撃を受けています。現在世界の5カ所にエイリアンの基地が確認されています。いずれも上空から降下してきたようです。基地まで降ってくるとはな。エイリアンは周到に準備を進めていたようだ。基地の周辺は制圧されたも同然です。都市を防衛してきたつもりがこのざまか。基地を攻撃しろ。基地への攻撃効果なし。空爆も効果がないようです。治療班を呼んでやる。ドローンの数は予想以上です。やはり簡単には破壊できそうもない。今回の目的は情報の収集です。分かっている。だがこれ以上は無理だ。巡航ミサイル、ファイヤー。目標座標を確認。真上から投下する。あれはプラズマ砲です。あんなものまで。そこか。基地からドローンが出てきます。ドローンが来やがった。エピメテンスより地上部だ。ドローンを撃墜しろ。こちら潜水母艦エピメテウス、浮上した。なんだあれは。こちら G4、 巨大砲台の軌道を確認しました。逃げろ、ここは危険だ。これ以上は無理だ。退却しろ。またドローンが来るぞ。まずいぞ。これだけのドローンに追跡されたら市街地に被害が出る。ドローンを撃破しろ。これだけのドローンを拡散させるわけにはいかない。退却しつつドローンを撃破しろ。輸送機よりエアレイダー、ビークルの投下座標を指示せよ。
せば広範囲に被害が広がる。一気残らず撃墜しろ。まだドローンがいる。破壊しろ。投下する。目標座標を受信。投下。あの基地がある限り地上は制圧されたも同然だ、はい、我々は王手をかけられている。Thank you.